日別ロマン座は、1984年に放映された、テレビドラマ、昨日、日別でにおいて、ロケ地として使用され、ドラマの舞台にもなった、架空の建物な。正式名称は、球場歌会館で、北海道歌内市に所在する。1953年に、旧住友城、歌志内校の職員構成施設として竣工王子は、 映画上映や舞台公演、有名歌手の歌謡賞などが催され賑わっていた。1971年に炭鉱が閉山してからは、活用されることもなく、廃墟状態となっていたが、1977年公開の映画、幸福の黄色いハンカチでロケ地として使用、昨日、日別でが放映されたことをきっかけとして、1985年より、市内の有志による、 保存活動が展開された。その後施設の一部を改修し1987年10月の日別ロマンザ復活祭を皮切りに観光施設として再開業し日別ロマンザ保存会により管理されており2008年9月から再び開館している。映写室では当時使用していた映写機が保存されている。当館ができるまでの歌しない町の映画上映施設は 西木座、大聖座、新衣装築座、新衣公会館、新友会館の五館しかなかった。ありがとうございます。